はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチです。今回はですね、テスト中にド忘れをしてしまう時があるんですけど、それの対策何かありますかというプチ相談にね、答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。はい、では早速ね、話していきます。で、まず前提として、自分脳科学者じゃないんで、ド忘れのメカニズムとかそっからの改善策は言えないので、まあ、そこまで調べたい方はちょっとネットとか調べたり、まあ、専門書を読んだりとかしてみてください。で、まあ自分も今もそうですけど、昔から結構ド忘れがあるんですよね。それで大学受験の学芸の前期やらかしてる人間なので、まあすごいその恐ろしさも一応身に染みて分かってるつもりなんですけど、まずド忘れの種類を2つに分けます。で、これはまず1個目が、言葉のド忘れ、単語です。例えば、社会の歴史の人物名だったり、今理科の言葉とか英単語とか、これがテスト中に出てこないみたいな、そう、あれ、あの時奈良時代のこれ誰だっけこれみたいな、やったよみたいな、あのワークのここでしょみたいな、ド忘れの、まあ、単語系ですね。で、もう一個は公式とか解き方系です。まあ数学で言うんだったら、もう公式をド忘れしてしまうみたいな、この辺、解き方の部分に一応二つ分けていきます。で、結局結論としては、両方ともね、一番の改善策はもう問題演習というか練習量をこなすっていうところに帰着するのかなとは思ってます、自分の中では。で、それは、まず両方に言えることですけど、練習するじゃん、普段勉強していく中で。で、その時にも結構ド忘れって発動しません？やってる中で。あれ？みたいな。これこの前やったけど、あれ誰だっけ？みたいな。とか、あれ？ここの公式って、3分の 1？ ん？ 2 分の 1？ みたいな。かけるの？どっち？みたいな。とかね。が起こったりすると思うんですよ。で、それを練習の時にド忘れを発動させてしまえば、そこで固めておく。一回ド忘れを発動して、そこを補填するというか、埋めて固めておけば、テストの時その部分のド忘れは発動しにくくなります。もちろんそこでちゃんと確認するっていうことと、あともう一個は、まあ、自分がよく言いますけど、これケアレスミスを減らす方法でも同じことを話しましたが、自分がケアレスミスしやすいところ、つまり自分が一回ド忘れしたポイントっていうのを知っておくってすごく大事です。そうすると、一回ミスってるんで、ド忘れをしてね。だから、あ、これ本当、あの時に忘れてたやつだよ。オッケーオッケー、あれ、誰誰ね、みたいな。聖徳太子ね、とかさ。いうことができる。だから、ド忘れが発動してしまった時に、それメモしておくといいです。なんかノートとか、まあ専用ノート作んなくてもいいですけど。っていうといい。ド忘れっていうのは結構いろんなちょこちょこ発動すると思うので、忘れちゃうんですよ、メモしておかないと。で、それをメモしておけば、あ、これ、ま、間違ったやつだ、これ忘れたやつだ、気をつけようっていう意識することができるので、それは絶対やった方がいい。これは共通してね。で、その中でも単語の方はそれでほとんどねいける、そこに関しては。もちろんそれをね、繰り返しやることによって全部さ、ド忘れが発動するわけじゃないから、もしかしたらテストの時にも出てしまうかもしれないけど、出る、テストの時に発動してしまうリスクは減らせるから、それでね。でも怖いのが公式の方、解き方の方で、こっちはね、もし発動してしまうと、テストの時に出てしまうと、例えば数学で大問1の解くために公式を忘れてしまうと、大問の中で繋がってる時があるから、カッコ1を落とすことによって全部落とすっていう可能性が出てきちゃうんだね。15点とか20点とか。もうこれが怖い、とにかく。焦っちゃうし。そう。社会とかの単語だったら、その1問だからさ、1問逃しちゃっても、あーもうしょうがないみたいな、割り切れるんだけどね。で、その公式のところでは、まあ、さっきも言ったように練習の中でド忘れしてしまったら、そこを確認する、メモしておく、意識するっていうのが大事なんですけど、それプラス、例えば数学の問題解いてる時に、結構ね、普通の分数の簡単な計算みたいなのでも、テストの時にあれっつって、これってあれ通分かける方どっちみたいなね、なったりするんですよ。だから、まあ、自分よくテストと受験対策の動画とか普段の動画でもちょこちょこ一応問題の時に言うようにはしてるんですけど、この問題はどういう引っ掛けを狙おうとしてるのかなとか、どういうとこで間違わせようとしてるのかな、どういうところに気をつけなきゃいけないのかなっていうのを普段解いてる時にちょっと意識するといいです。ただ単に解いてるだけじゃなくって、練習の時にね、もちろん過去問やる時に一時そんなんチェックしてたら時間なくなっちゃうから、そこはしなくてもいいけど、そこまでは。でも普通にね、ワークを解いたりとか問題集解くんであれば、あ、これはこういうところでミスしやすいやつだよねとか、このマイナスを分配するときにミスしやすいんだよねとか、
そういうのをちょっと意識しながらする。ただただ解くんじゃなくて違う視点を持ってやっておくと度忘れがしやすくなります。まあ、頭に残りやすいっていうところにもなるんですけど、でなんでそれした方がいいかっていうと、公式とか、まあ、解き方とか、そのなんかある解き方を使って問題を解くときってやっぱり練習を何回も何回もしてると体が覚えるんですよ。勉強ってもちろん脳みそで覚えるもんなんですけど、体が覚えるの。だから普通に例えばここでじゃあまあ、中学生以上だと思うんで、みんな 3-7 って言ったら -4 って出てくる子が多いと思うのね。でこれは3と -7 で、でもちろんやる子もいると思うけど、でもパッて見て -4 って反応すると思うんだよ、体が。そうで覚えちゃってる体がね。でそれだけでもちろんいいんだよ、すごい素敵なことだし、それは練習をたくさんしたからそこまでいってるってことにはなるんだけど、でもそれだけでやってしまうと、体で覚えちゃってると、その体で覚えるだけでテストに臨んだ時にあれってなりやすいの。だからこういうことを狙ってるんだなっていう、体で反応する部分もあるんだけど、こういうことを狙ってるんだな、こういうことを気をつけなきゃいけないんだなっていうのを違う視点で持って頭で意識するっていうことをやっておくと、テスト本番の時に簡単な公式が抜けたりしないので、そういうのをちょっと意識してみてね、ぜひやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。